彼は日本人としてダメですね。俺か、誰だ、お前だ。これ落ちたらめんどくさいね。猫メロくん出てきたよね、完全に。落ちたらそれめんどくさいですね。これはどこ押さえてるんだ、これ。正面小僧、ここだ。水の呼吸12の方、模擬。模擬。みんなごちゃごちゃなんよ。おたんずろ、お前一人には気持ちよくさせないからな。よし、おい、やれ。よし、みんなで行くぞ。よし、炭治郎、そっから俺を抜け出してくれ。やばい、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 痛い、痛い、痛い、よかった。炭治郎、どうだ、出れるかそれ。俺、なんか、動かないんだな、あら、俺は。そこの二人どうした？あ、ごめん、積みようか。頑張れ、積みようか。どうした？ハモって出れないんだこれ。やだやだやだ、なんで。あれ、確保、胡蝶確保。待って何これ、抜けないよ。なんで抜けないんだ。全然抜けない。下から引っ張るか。うん、でもこれ下から、そんな下から引っ張ろう。あ、抜け出せないんだけど。でも何もできない。これが本当の無限列車か。おもろ。よし、では素晴らしい、素晴らしい、次行こう。ちょっと流しやがってこれ。消えた。よし、え、この板どうすんだこれ。おお、戻ってこれさか。これで次はどこ行くんだ。ボタンがまたあるな。ご挨拶、やばいやばいやばい。挨拶してる。あー、ご挨拶してるの邪魔しちゃダメなんですよ。誰だ、俺か。ああ、またこれか。彼は日本人としてダメですね。な、俺か。日本人やめてきな。俺か。誰だ、お前だ。いや、そんな、俺は。そんなひどいこと言うなよ、こっちゃん、こっちゃん。来ないで。うん、素晴らしい提案しようか。なんでそんな志村けんみたいになってるんですか。これ最初の行ったとこに行くのか。これは何なん、右側のボタンなんの。あ、これロープ。左はなんだ。あ、なんだ、あ、待ってくれ。あの一番最初のところが開いた。あそこに戻れということだ。よし、行こうか。燃え盛る旅の途中で出会い。これ落ちたらめんどくさいね。それは今どっちだったの。なんか猫ベロくん出てきたよね、今完全に。落ちたらそれめんどくさいですね。めんどくさい。炭治郎のタメ口だったから今ね。持ってたんだ。はい。おお。よし。おお、すごい。ギリギリ。はい、ゲッチュ。あー、閉じられた。ごめんなさい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 。開けてやろう。閉じ込められた。あ、ありがとうございます。すまんな、炭治郎。この紐は一人乗りなんだ。釣り、釣り、釣り。え、待って待って、いけんのかよ。いけんのかよ、マジかよ。紐使えや。お、こいつは、なんだこいつは。なんで？うん、これはどこ押さえてるんだこれ。ションベン小僧、ここだ。女性がいるというのに本当にひでえやつしかいねんな。水の呼吸12の方、模擬。もう模擬。なんかこっちに怖いドクロがいる。ほんとだ、こっちにもドクロがあるぞ。ほんとだ、ここ空きそうだぞ。しかもほんとだ。あ、ある、こんにちは。何？おーい！怖い。すごい。いた。ドクロ怖いな。わかったわかったわかった。この中にあるんだ。なるほどな。え、どういう？みんな誰も乗らないやん、上に。ここよここ。みんなごちゃごちゃなんよ。くっついちゃった。
壊れちゃう壊れちゃう壊れちゃうあの小屋に入んないと、ね、おちょっと禰豆子頭を持つんじゃない。はいはいなんかカラちゃんかイクラちゃんかはいのび太あったおえこっちがすげえ難しくねえか。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、はいポッチ。おお。いや、なんでこれ。いけ。後ろに。うわ。モロタで駆動。今の何があったの？もうちょっと上か。おおおお全然届かん。でも素晴らしくて、あーやばいこれやばいやばいやばいやだ。何？いやいやいや。止まったけど止められるんだよなあれ。義勇兄貴が止めてくるんだよ。なんだ。いやこれ多分一発目が多分一番勢い出てる気がする。あ、めっちゃ後ろに飛んだ。あ来た。はい。おお危ね。来たぞ。一発目の加速が一番強い。ナイス。あ、それ開くなのそれ。開くんだ。横から行こうとしちゃった。なんかあるぞ。ポヨーンって、ポヨーンってしてる、ポヨーンって。なんか上に。おい、待って待って、炭治郎が動いてます。